明日お尻が間違いなく筋肉痛になる立ったままのヒップアップトレーニングです。まずはウォームアップ、かかとをお尻につける意識で膝を曲げましょう。サイドニーアップはお尻を突き出して足の裏全体で支えて片足ずつ上げてください。その時に息を吐きます。バックランジキックは足を後ろに引いて2回弾ませた後に上半身を前に傾けながら上げます。反対です。立ち上がった時に息を吐きましょう。お尻と裏ももの境目ができて、さらに足が長く見える美脚効果があります。スプリットバウンドは足を後ろに引いて真下にしゃがんで30秒間弾ませ続けます。膝は常に曲げた状態です。反対です。後ろに引いた足のかかとと床が垂直になるように意識しましょう。メリハリのある美尻になります。あと10秒、お尻を鍛えることで痩せやすくなりますよ。お疲れ様でした。今日から一緒に頑張っていきましょう。1ヶ月後、後ろ姿がもっと素敵になります。